では私さかなクンの大好きなイシガキフグちゃんをギュッとご紹介させていただきたいと思います。このイシガキフグちゃんは実は暖かい海に暮らすフグちゃんなんですが、図鑑で調べてみますと世界中の暖かい海に分布していると記されています。ちなみにこの子たちはみんなここ千葉県館山市の漁師様の定置網漁で、網に入ってきた子たちです。最初は傷があったり浮いたりして元気なかったんですが、みんな、治療して元気に回復してここまで、フレンドリーになりました。バリバリが見れます。バリ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 って何でしょうね。じゃあ早速バリバリをご覧ください。見上げるんですね。まずですね、上から見るとイシガキフグちゃんたちがこう見上げます、大好物はですね、殻付きのアサリちゃんです。これをバリバリするんですね。でも早くクレートばかりに水鉄砲したり、すげえ水鉄砲をご覧ください。時に顔に見かけて顔にビシャってかかってきます。ほらやばいですよね、これ水鉄砲ね。やべえ、大丈夫ですか。やべえ、大丈夫ですか。じゃあバリバリを見せてもらいましょう。よし、バリバリだよ、バリバリだよ。バリバリです。あの人としてバリバリですね。バリバリ、もうバリバリです。バリバリ、よし、バリバリを行ってみましょう。よし、よし、どんな子かな、まだ食べてない子にぜひ。バリバリ、はい、バリバリだお、バリバリだよ、はい、バリバリやってね。はい、どうした、ほらほら、あれ、はい、見つめてます。何かこそアサリ丸かじりです。おお、バリバリです。イシガキフグちゃんはですね、非常に歯が丈夫でして、歯が2つしかないんですけど、上の歯、下の歯と、2つなんですね。でその歯が平べったくなってまして、で平べったくて丈夫ですので、硬い貝殻をすりつぶすようにかち割って、まずかち割って潰して中の身を食べちゃうという。いやもう結構どころか相当すごいですね。自分も何度か噛まれちゃったんです。いってーって、もううわーへこんだって。いやそれでも甘噛みだったのかなと思うんですけど、すごく痛いですね。もう噛まれてないらいこっちですね。硬い貝殻もカチュッて食べちゃうぐらいですんで、はい、いかがでしたでしょうか。バリンバリンでしたね。バリンバリンなイシガキフグちゃんたち、今日も絶好調だね。またギョギョッとびっくりなお魚ちゃんをご紹介いたします。よし、バリンバリンだよ、バリンバリンです。バリンバリン。